スプルーアンス級駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦、スプルーアンス級駆逐艦は、アメリカ海軍の駆逐艦の艦級。アメリカ海軍の大型艦として、初めてガスタービンエンジンを搭載したほか、船形の拡大や車両甲板船形の採用など、新機軸が多く、キット級ミサイル駆逐艦、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦のベースともなった。優れた。 対戦艦として活躍したほか、冷戦終結後のマルチハザード化及びグローバル化に伴う任務の多様化を受けて、搭載するトマホーク巡航ミサイルによる対地攻撃力が注目され、従来の駆逐艦の枠を超えて、構成的に用いられた。新型対戦駆逐艦の計画は1959年5月の長期目標策定グループ、ルロの提言にまで遡る。ルロは、 当時建造されていた DDG-DLG について、アン、s q s 二十三ソナーは九百六十五年以降の潜水艦には対抗艦であり、またテリアターターシステムは九百六十五年以降の航空機には不十分であると見積もった。この時点では、アレン・ M サムナー級、ギアリング級などの大戦警駆逐艦の代替はまだ先の問いだと考えられており、それよりは、 空母機動部隊や大戦相当軍のためのハイテク護衛艦の方が切迫した要請であった。しかし艦隊再建近代化計画によって装備の更新強化が図られていたとはいえ大戦型駆逐艦はすでに運用寿命の末期に差し掛かっており、1961年9月、ルロはこれらのフラム艦の後継となる新型大戦駆逐艦に関して検討した。 これらの検討を経て、まず1961年9月23日より、基本計画審議委員会、シップカレクタースティックスボード、SCB において、新型対戦駆逐艦に関する検討が着手され、1962年4月23日には、シーホーク計画、SCB239 として、具体的な計画策定に入った。シーホーク計画艦は、 当時開発されていた様々な対戦センサー、兵器のプラットフォームとして予定されており、1965年度計画にプロトタイプを盛り込み、1967年度第4、四半期に、気候、1968年に浸水し、1969年夏に、竣航予定であった。ただし搭載予定の統合戦闘システムの完成は1971年中頃に、 なると見込まれたことから、このプロトタイプ艦はあくまで船体や機関、ソナーなどの試験艦になる予定であった。また1962年8月には、ミサイル公用護衛艦、DEG の計画が着手されていたが、これもシーホーク計画艦に合流させると考えられていた。当初、シーホーク計画艦の開発の主眼は搭載するセンサーや兵器に置かれていたが、 まもなく手記が問題になった。従来通りのギアードタービン方式のほかコザーグやコダグ、コガーグが素状に乗せられた。ガスタービンエンジンは好評を博し、1964年3月に作成された試案では、コガーグ方式で125,900馬力とし、満載排水量6,150トンで最大速力38ノットを確保する予定とされていた。しかし、 特に国防長官府の防衛科学技術担当長官は原子力推進を推進する派閥の影響を受け、これと共通の技術を用いたギアードタービン方式に工定していたほか、システム開発ではなく、手記に重きを置く、計画の寸成そのものに反発していた。特に当時、素質の整備などを背景に対戦線のパッシブ化が施行され、潜水艦を含めて、 対戦線の枠組みそのものの大変革が進められていたことから、防衛科学技術担当長官はシステム開発への回帰を勧告した。当時、ブロンシュタイン機を端緒とする SCB199 シリーズの公用護衛艦は、大型化、高性能化を繰り返しており、1964年度計画の n o x 級、SCB199C 計画型では、 さらなる拡大強化が図られていた。これに伴い、1964年までに、速力を除けば、公用護衛艦とシーホーク計画艦との際は、不明瞭化していた。このように計画が作装し、また搭載すべき各種システムが、いずれも開発途上であった子もあって、1965年2月に発表された1966年度予算説明において、 ロバート・マクナマラ国防長官は、シーホーク計画の中止を発表した。対戦戦のパッシブ化に伴う広域化を受けて、この時期、公用護衛艦でについても高速化が施行されていた。1964年3月17日、海軍作戦部長の指示により、1966年度計画艦には、30ノットを発揮できて即応性に優れた手記を、 そして1968年度計画艦には、シーホーク計画艦の手記を搭載して35ノットを狙うこととなった。まず1964年6月、チャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦の手記、7万馬力を搭載する案が作成された。また11月には、従来の公用護衛艦を元にした設計に、コガーグ手機を組み合わせて3ノットを発揮する設計が作成された。 実際には1968年度計画で、公用護衛艦は建造されず、また建造されたとしても従来のノックス級と大きな差異が生じたかは不確実であるが、これらの検討は後の DX、DXG 構想の停留の一つとなった。一方、1962年度計画以降、防空ミサイル艦の建造は途絶えていたことから、こちらの建造も検討されていた。 当時、ミサイル巡洋艦12隻、ミサイル共同駆逐艦30隻、ミサイル駆逐艦31隻、ミサイル公用護衛艦6隻の計79隻が収益しており、15個の空母機動軍に4隻ずつ、4個の対戦空母機動軍に2隻ずつ、その他の任務に11隻を配分する計画となっており、一応は充足していた。しかし、ミサイル巡洋艦の大部分は、 対戦世代の放送型巡洋艦を改装したもので、間もなく退役時期を迎えるであろうし、その場合にはミサイル艦不足に陥ることが予想された。これらの情勢を受けてシーホーク計画が中止された後、1966年より国防長官府において DX、DXG 構想が開始された。これは大戦型駆逐艦の代替たる 対戦艦 DX と共に、その設計に基づいて、艦隊防空システムを搭載した防空艦として DXG を建造するという構想であった。この DXG は、ミサイル駆逐艦 DDG というよりは、実質的にミサイル共同駆逐艦 DLG に近物であり、DX は、その武装作減版というべきものとなっていた。 1966年当時の初期計画では、1969年度から74年度の間に DX を75席、DXG を18席建造して、計画全体での合計コストは24億ドルとなる予定であった。その設計にあたっては、変化に応じる設計が標榜されており、また、コスト削減のため、一括調達方式が採用された。これは、 海軍がコンセプト形成を行って、これに対して最適な提案を行った事業者に対して一括して契約するものである。1967年末にはコンセプト形成はほぼ完了しており、1968年1月、大統領のメモによって要目が承認された。同年、核造船所に対して設計と建造計画の提示が求められた。 これに応募したのは、ニューポートニューズ造船所、エーボンデール造船所、バステッ所、トッド造船所、ジェネラルダイナミクス・クインシー、そしてリットン・インガルス、リットン・インダストリーズ、元能スロップ・グラマンシップ・システムズであったが、1970年6月、リットン・インダストリーズが勝者として、DX30 隻の建造を受注した。 予算化は1970年度計画から1978年度計画となった。本級は一括調達方式の失敗によるコスト増もあり、搭載する装備に対して大きすぎる船体を有するとして、たびたび論争の的となってきた。本級は経過排水量5825トン、満載排水量7800トンであり、これは 通常の駆逐艦よりも大型であるはずのベルナップ級、ミサイル共同駆逐艦よりも大型ですらあった。しかし実際には、本級の大型化にはいくつかの重要な根拠があった。また、現代の戦闘艦において、そのコストの大部分は搭載する戦闘システムが占めており、戦隊のコストはそれに比べると取るに足らないものであるので、コスト増にはつながらないとの反論もなされた。 実際、本級の調達費のうち、電子機器関連の経費のみで約半分を占めている。線形は、2層の全通甲板を備えた、車炉甲板型を基本として、後端部を切り替えた、朝鮮手炉型となった。そもそもの船型の大きさのほか、ローリングやピッチングを低減するよう配慮した船型を採用たことから、フィンスタビライザーなどの原油ら装置は不要であった。 なお1981年度計画より、数用区画にケブラーによる追加倉庫が施されており、1986年までに全艦が改修を受けた。本級の最大の特徴は、ガスタービンエンジンの採用にある。上記の通り、シーホーク計画においては従来通りの蒸気タービンとするか、ガスタービンエンジンとするかが議論の的となったが、その検討成果を踏まえ、 DX、DXG 計画では、ガスタービンエンジンの採用が強く干渉された。シーホーク計画の時点では、フラットホイットニーが検討されていたが、実際に採択されたリットン車の設計では、新開発のゼネラルエレクトリック LM2500 が選定された。当初のリットン社案では、航続距離とコスト低減を両立するため、これを3機搭載し、 巡航時には1機のみを稼働させて、これから電気カップリングを介して二軸を駆動するという複雑な方式が採用を売れていたが、海軍はこれに不安を抱き、最終的にガスタービンエンジン4機によるコガーグ方式という温淘な構成に変更された。当初案のガスタービンエンジン3機で30ノットという速力を実現する必要上増破抵抗の低減を狙って、 船体長は長く設定されており、もし当初からガスタービンエンジン4機によるコガーグ方式を日下げとしていたなら、船体はより短く小さくなっていたと考えられている。機関は補機室を挟んだシフト配置とされており、全部機械室が左舷軸を、後部機械室が右限軸を駆動することから、2本の煙突もこれに応じて寄せられた配置となっている。 なおガスタービンエンジンは逆転運転ができず、そのままでは更新をかけられないことから、従来のガスタービン搭載艦では、減速機に逆転機能を付加したり、更新用の電気推進機関を搭載することで対応しており、機構の複雑化を招いていたのに対し、本級では推進機を可変ピッチプロペラ、CPP とすることで対応しており、機関部の単純化、軽量化に益した。 推進機は5.1メートル計30ノット時の回転数は 168rpm であった。12ノットでの巡航状態から最大戦速に達するまでの所要時間はわずか53秒であった。電源としては出力 2000kW のアリソン 501k17 ガスタービン発電機3機が搭載された。これは本級で想定される戦闘時最大負荷を2機で賄うことができる。 また管内配電は従来通りの四百ボルト六十ヘルツの参照交流であり、そのための変電は容量百五十キロワットのコンバーター三機によって行われるが、DXG としての解説系に備えて四機目を搭載する余地が確保された。DX 計画の段階では、九百六十四年度計画の NOXQ、s c b 百九十九 c 計画型と同様の 装備で数だけ増備する予定とされていた。しかし計画の検討段階で対地火力支援能力の強化が図られたほか、全体に装備は更新強化されている。本級はアメリカ海軍の駆逐艦として初めて海軍戦術情報システム NTDS を搭載しており、また戦闘艦として初めて完全にデジタル化された戦闘システムを備えている。 システム設計にあたっては、システム工学的なアプローチがなされ、艦の戦闘システムを相対的に捉えて、各種の火器やセンサーはそのサブシステムとして位置づけられたシステム艦となり、戦闘指揮所、CIC も統合化、合理化された。これらは、バージニア級原子力ミサイル巡洋艦とともに、イージスシステム登場前夜にあって、統合戦闘システムの講師となった。 本級の戦術情報処理装置では、電子計算機として、新世代のアン、クマイナス7が採用された。建造当初は、アン、クマイナス7電子計算機1機とアン、ウヤマイナス -4、オジェイナス -197 コンソール1機、アン、ウヤマイナス -4、オジェイナス -194 ワークステーション9機が、搭載されていた。また、対戦専用として、さらにもう1機のアン、 マイナス電子計算機がが、備えられていたがその後、アン、S99-89 の実装に伴って、こちらは、さらに新世代のアン、ア43に更新された。また本級の一部は、後に、対艦ミサイル防御能力強化のため、アン、6-17レイズ戦闘システムの搭載回収も受けた。上記の経緯より、本級は、一義的に、 対戦艦とされたことから、極めて充実した対戦戦装備を備えている。ソナーとしては、アン・ SQS-26CX をバウドームに収容するとともに、アン・ SQS-35 可変深度ソナー、アイボスの後日装備が予定されていた。しかし実際には、戦隊装備ソナーは、アン・ SQS-26CX をもとに発展させたアン SQS-53B とされた、後に 53C に更新。また、i b o ズも搭載されず、より長距離の探知が可能な長いソナーアレイを用いた、栄光ソナーが搭載されることになった。1985年に、ヒューイットデアン、SQR-15 栄光ソナーが試験された後、同年秋より、ムースブラッガーデアン、SQR-19 タクタスの試験が開始された。 同館では、タクタスの搭載に伴って、アン、s q 9 8 9統合対戦システムも実装されており、これらは後に全艦に適用された。これは、対戦戦のパッシブ化に対応して、戦隊装備ソナー及びエコーソナー、SQ9-28 その部位、情報処理装置からの情報を統合処理するとともに、MK-116 水中攻撃式装置、 u べふしえと連接して、対応の迅速化を図ったものであり、その膨大な情報処理所要のために、専用の案、F-7 電子計算機が追加搭載された。対戦兵器を完成する MK-116 水中攻撃式装置は、初期建て造館では、バージニア級と同じモッド例が搭載されていたが、上記の案、SQ9-89 の実装に伴って、 もっと5に更新されたほか、DD-978 では、もっと7、DD-977 で, DD では、もっと8、DD-976 では、もっと10が搭載された。対戦兵器としては、アスロック対戦ミサイル及び、MK32 単魚雷発射艦を装備した。アスロック発射機としては、当初は、 環境構造物直前に8連装の MK112 発射器を用いた MK16GMLS を備えていた。同システムの時段装填装置は通常は環境構造物下部に配置されていたのに対し、本球では船体内に格納され垂直に再装填することとなった。これは DXG に改め設計する場合、この位置にただ、 D システムの MK26Mod 0GMLS SM-1MR 用を配置されることになっており、そのスペースが確保されていたためである。その後、1986年度計画より、本級のうちの24隻は、このスペースに MK41Mod 1VLS を設置し、ここから垂直発射型アスロック、ブラを運用するに変更された。一方、 その他の艦では、MK112 発射機の両側に、トマホークの箱型発射機を搭載したことから、MK112 発射機の旋回範囲が極度に制限されることとなり、実用性が失われたことから、MK16GMLS は後に撤去された。また、VLS 搭載艦では、ブラ16発が搭載されていたが、冷戦終結とともに、対戦線のニーズが低下し、逆に、 対地火力投射のニーズが激増したことから、1990年代には、搭載数は大幅に減じられ、わずか4発となったとされている。計画段階では、対空専用の装備は、ノックス級と同構成が予定されており、レーダーは二次元式の案、SPS-40、対空兵器は、シースパロー BPDMS が予定されていた。 しかし実際にはシースパロー BPDMS の発展型である i イビ p d ム m s が搭載されることになり、開発スケジュールの関係からネームシップでは後日装備となった。MK-91 ミサイル射撃式装置は上部構造物後端に、また MK-29 ミサイル発射装置 GMLS は選手廊後端部にそれぞれ設置された。また最終ヘーラーでは レーダーは新型の案 SPS-49 に更新されたほか一部の艦では対艦ミサイル防御のための低空警戒レーダーとしてトス MK-23 が後日装備されている。またブリスコーでは新型の MK-48VLS の試験が行われた。なお DXG として改め設計される場合には アスロック用の MK16GMLS の位置に MK26Mod 0GMLS。シースパロー用の MK29GMLS の位置に MK26Mod 1GMLS が搭載され、レーダーも3時元式の案、SPS-48 に変更される予定であった。このため、MK29GMLS と16発分の タマコには不釣り合いなスペースが確保されていた。近接防空用として、ファランクス CIWS が後日装備された。ノックス級が CIWS を搭載する場合は、BPDMS と引き換えにする必要があったが、本級では、当初からその搭載を織り込んで、スペース、重量余地を確保していたことから、両者を閉鎖することができた。1981年には、 メリルにおいて EX-8330mm 基準の試験が行われた。またシースパーローアイビプドムズとファランクス CIWS の間を埋める近接防空ミサイルとしてラムの21連装発射機を12隻に搭載する計画があったが、これは7隻 DD-972、973 DD、977、982 97、987。98 988、992に削減された。艦砲の構成は、バージニア級が踏襲され、監守尾に一機ずつの54口径 127mm 砲、MK455 インチ砲を搭載し、MK86 砲射撃式装置の完成を受けた。搭載弾数は1200発であった。なお DX 計画の検討段階で、 同級の収益時期には放送が多重洋艦が大量に退役し艦隊の艦砲射撃能力が深刻に低下することが懸念されるようになったことから51番砲については当時計画されていた60口径 175mm 砲への後日乾燥の含みが持たされており船体構造もそれに応じた強度とされたただし60口径 175mm 砲は あとに55口合計 203mm 砲、MK718 インチ砲に発展した後、計画中止となったことから、本級への搭載も実現しなかった。対艦兵器としては、艦の中部に、ハープーン艦隊艦ミサイルの4連装発射塔2機を後日装備した。またトマホーク巡航ミサイルの艦隊配備に伴って、まず、メリルで試験は行われた後、 1984年より一部の艦にトマホークの装甲ボックスランチャー、ビエルが搭載され、長射程の対地、対水上打撃力を手にすることになった。これは、アイオワ級戦艦や原子力ミサイル巡洋艦にも搭載されたものである。その後、トマホークの有用性が確認されたことから、その搭載段数を増強するため、 環境構造物前方のアスロックの MK16GMLS を撤去し、ここに61セルの MK41 モット 1VLS を設置する回収が決され、トマホーク走行発射機の非搭載管を中心に24隻が回収された。当初、61セルの VLS には16発のアスロックと45発のトマホークが搭載されたが、冷戦後には戦略環境の変化を受け、 アスロックの搭載数は4発に減税られ、トマホークは57発に増大した。アーレーバーク級の収益まで、MK41 よりトマホークを発射できるのは、タイコンデロガ12用艦と本級のみであり、タイコンデロガ級は、防空艦としての活動が主であったため、本級は、最重要のトマホーク搭載艦として活躍した。なお、ハリー・ワヒルのみは BL も VLS も搭載せず、 トマホークの運用は行わなかった。電子戦システムとしては、対艦ミサイル防御、ASMD を想定した、新世代の装置であるアン、SL9-32 が搭載された。ただし開発が間に合わず、初期立て造艦では、アン、WLR-1 電波探知装置、イザムが搭載された。またアン、SL9-32 の搭載が開始された、当初は、 電子戦支援機能のみの s l q 3 2 2が搭載されていたが、1987年、全艦が電子攻撃機能も備えた案、s l q 3 2 3に回収することとなった。シーホーク計画の段階では、無人ヘリコプターを使った QH-50 ダーシの搭載が予定されていたが、DX 計画では、 当初から、友人のランプスヘリコプターの搭載が盛り込まれた。当初は、ランプス MKI として SH、SH- にヘリコプターが搭載されていたが、後により、大型で強力な SH-60B ヘリコプターを用いたランプス MKE の実用化に伴って、1985年より、その運用のためのロスト、リカバリーアシスト、セキュアトラバース着艦誘導、 高速装置と案、S99-28 級へ、データリンク装置の装備が開始された。ただし、格納庫は2機分が用意されていたものの、当初は、搭載定数は1機であった。また、最終巻、ヘーラーは、当初は、ヘリコプター4機搭載の DDH として予定されて、いたが、建造飛行等のため断念され、通常の設計で建造された。上記の通り、本級は、 もともと、同一の設計に基づいて、対戦艦と防空艦を建造するという DX、DXG 構想において、その対戦艦として構想されていた。しかし、ただ、D システムの開発遅延とこれを搭載した、原子力ミサイル巡洋艦の収益、イージスシステムの開発進展、さらには、本級の建造コスト高騰などを受けて、最終的に、 DXG 計画は破棄された。しかし1970年代末、ペルシア安上での対空召喚用として、イラン海軍は、本級をベースとして、ターター、D システムを搭載したミサイル駆逐艦の取得を決定した。この艦は、イラン革命の影響で、イラン海軍に引き渡されずに終わり、代わってアメリカ海軍が取得し、きっと旧ミサイル駆逐艦として運用することとなった。 キット級は、はわずか4隻でであるる。が、が DXG を具現化したとということができる一方、ただ、D システムの後継となる、イージスシステムの搭載艦についての議論は紛糾し、右与曲折の末、本級をもとに改め設計した艦を建造することとなった。これによって建造されたのが、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦である。当初は、ミサイル駆逐艦。 d d g 4 7級として計画されたが、イージュスシステムの搭載によって排水量が増大したことと、その情報処理能力から防空宇宙数艦としての行動が期待されたことから、一番艦の建造途中で種別がミサイル巡洋艦 c g 4 7級に変更された。上記の通り、本級の最終艦は海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦に似た。 設計による航空能力強化型として建造されることが計画されたが、最終的にコスト面の問題を解決できず、他の艦と同じ設計によって建造されることとなった。また、正海艦構想においては、本級の船体をもとにした軽空母も含まれていたが、これは実現しなかった。本級をベースとした DXG 計画が破棄された後、アメリカ海軍は、 DDGX 計画による RA バーク級、ミサイル駆逐艦の整備を開始した。これは、イージスシステムを搭載し、また、VLS のセル数も本級を上回っており、より柔軟に、多用途に運用できた。このことから、本級は RA、RA バーク級と交代する形で退役が進み、2005年までに、全艦が退役した。退役後、他国に売却あるいは再収益した艦はない。 ただしキッド級は4隻全てが中華民国海軍に売却され最終駅している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。